こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日は、ついに、何フライデーですかね、今日はね。ハッピーフライデー。ハッピーフライデー、あ、いいですね。そうしましょう。はい、ね、今日は歴史的な日と言ってもいいかもしれませんね。何にして、56年ぶりか7年ぶりかちょっとややこしいところなんですけどね。56年9ヶ月、ね、56年10ヶ月ぶりぐらいに、正確に言うと56年9ヶ月ぶり、うん、はい、またいでるんでね、あそこの年が ね、1960年の12月から、61年の1月にかけて、うん、14連投して以来の14連投という日経平均の今日のね動きで、日経平均株価です。歴史的で、このまま来週月曜日も高くなると新記録、はい、ね、いよいよと言いますか、まあ、選挙の結果にもよる だと思いますけれども、まあ、この間にね、当然明日、はい、明後日、ね、衆議院選挙を挟みますので、はい、これを受けて、まあ、そこへの期待もあって、まあ、このところ日経平均、まあ、日本株上げているという側面もありますから、うん、もちろんその結果次第ではありますが、見方としてはまあ一旦出尽くしになるんじゃないかという見方もありますけれども、まあ、こればっかりは分かりませんが、まあ、逆に言えばみんなそう見てるとそうならないのが相場でもありますんでね、うん、はい、逆の目が出る可能性も十分あるということだと思うんですけれども、それにしても14連投、あれよあれよの14連投という感じなんですが、まあ、やっぱり引き続き外国人が買ってますんでね、先物中心に外国人が買って、それに連動する大型株などが、こう上値を切り上げているという展開でありまして、日経平均もあと水準的には21年ぶりの高値ということになりますよね。水準的にはね、もう何年ぶりっていうのが多すぎてちょっとだいぶややこしくなってこんがらがりそうになりますが、連投記録は56年ぶりで、高値水準、株価水準とすると日経平均は約21年ぶりの高値水準ということですね。1996年10月18日以来ということですよね。ということですね。で、ただそうは言いましても、まあ、今週で週間ベースだとだから3週連続で上げっぱなしですよね、はい、10月になってから1回も下がってないわけだから、ね、10月の最初の営業日から2日だったかな、2日進歩ですからね、はい、今月ね、はい、そこからもうずっと毎日プラスというのが日経平均続いているわけですが、だからこの10月に入ってから1回も下がってない、ずっと上げているということなんですが、ただね、この間の上昇幅1101円です。日経平均ね、14日間合計しますとね、はい、今日も9円高1桁でね、なんとか続伸したという動きだったですし、まあ、昨日あたりでもちょっとね、そんなにこう強い感じではなかったんですが、あるいは最近、まあ、昨日今日もそうですが、値上がりよりも値下がり銘柄数の方が東証一部では多かったりもしてまして、そういう意味ではこうどんどん力強く上値を追ってるという感じでもないんですが、逆に言えばであるがゆえになおさらこう過熱感もなくてね、まあ、今のアメリカ株なんかもまさにそんな感じでしてね、最高値更新、ダウ平均なんかもね、連日の最高値なんですが、飽きないともなってどんどんこう力強く上値を追ってるっていう感じでも必ずしもないんですよね。でもあれよあれよで、なんとなくこう上値がどんどんこう切り上がってきてるというのが、アメリカ株も日本株もそんな感じなんですけれども、たださっき言いましたように14日間で日経平均1101円率にしますと 5.4% ぐらいですよね、はい、あるいは今週1週間で見ても日経平均の上げ幅って302円ですよ、先週と比べたらね、はい、率にしますと 1.4% ぐらいですから、地合いが強い時だったら302円、 1.4% ぐらいだったら1日でも別に上がってもおかしくない幅ですけどもね、強い時だったらね、はい、そう考えるとそんなに強いっていう感じではないんですけれども止まらない、ね、このあたりが非常にまあ今の相場の特徴的なところと言えると思いますし、あともう一つ個別銘柄でね、だから逆に言えばその裏返しでもあるんですが、個別銘柄でこれっていう銘柄がもう一つないですよね。だから地合いが強くてぐんぐんとこう上値を追ってるような局面っていうのは、だいたいこう牽引役とかリード役とかね、非常に目立つ銘柄、これが非常に強いんでこれ以外にみんなこう後からついていくっていう他の銘柄がっていうような銘柄だいたいある、あるいは銘柄じゃなくてもセクターだったり業種だったりね、そういうものがあるのがケースとしては多いんですが、今それっていうのはないですよね。そうですね、だから何が牽引役引っ張ってるのか、まあ任天堂もまあ堅調は堅調なんだけど、牽引役っていう感じでもないですしね、足元だとやはり工業石銘柄っていうことで、はい、半導体関連とかね、結構上がってる銘柄もあります、上値切り上げてきてる銘柄もありますが、今日だったらエレクトロンだったり信越化学だったりね、高値更新しているということではあるので、ただそんなに目立ってもいないですもんね。だから全体をこう牽引して引っ張ってるっていう感じでもなくて、だから牽引役なき株価上昇
このあたりもさっき言いましたようにやはり主役がやはり外国人の先物買いだっていうところがやっぱり原因でもありますよね。そういう意味で、あまり牽引役、そう考えますとね、個別銘柄でもどうでしょうね、個人投資家の方で、はい、今の地合いでそんなにうんと儲かってるっていう方もそんなにないかもしれませんよね。そう考えるとね、地合いとしては堅調でずっとこう上げ続け、上昇し続けてはいるんですが、日経平均なんかはね。ただ個人投資家の方、新興市場なんかももう一つ地合いとしては強くないですし、個別銘柄で見てて個人投資家の方でこれだけずっと連投してんだからすごく儲かって大変だっていう方はそんなにいないような、むしろあまり儲かってないっていう方も結構多いんじゃないでしょうかね。個人投資家の方は今週あたりの地合いとしてはね、まあ来週選挙結果を受けてどうなりますかというところなんですが、そういった中で、今週あたり個別銘柄でだから倹約がないし、これっていう銘柄が見当たらないのが、まあ、今週の特徴とも言えるんですが、そんな中でね、動きとしてただ、まあ、目についた、まあ、強かったっていうわけでもなくて、まあ、弱かったのかな、どちらかというとね、神戸製鋼所、5406、いい話ではないですけどね、そういう意味ではまあ全体地合堅調ですねって言ってる割には、まあ、銘柄としてはいい銘柄ではないんですけれども、いいっていうか適切じゃないのかもしれませんが、地合と比べますとね、ただ注目度が高かったことは間違いないですね。今週ね、今日の終値14円安868円となっています、うん、今日も結局売買代金は東証一部でトップですからね、任天堂、トヨタだとか三菱 UFJ だとか任天堂とかソフトバンクなんかにも多かったですから、売買代金トップで、ありまして、値動きも今日激しかったですからね、はい、朝は結構買われて始まって、5番に入って急落と、結構下げたと売られたということで、前場と後場でだいぶ地合いも変わりましたし、それで商いも結果としてできたと、増えたという銘柄なんですが、まあ、ある意味今これと日産も似たようなところありますよね。今日産自動車もね、いわゆるどっちも不祥事というか不正問題、不正事件で揺れてると言ってもいいんですが、ただこれもなかなか見方難しいところでね、もちろんやってることは良くないんですよね。だから規制から外れたことをやってるとか、まあ、どっちもそうですよ基本的にはね、日産自動車であれば資格のない人が検査をやってたという話ですし、神戸製鋼に関してはデータを改ざんしてたという話ですよね、アルミだとか銅の部品なんかのね、部材なんかのね、で、ただ昨日あたりそれを使ってたトヨタとか、日産とか大きなユーザー自動車メーカーなんかがね、検査した結果、とりあえず耐久性だとか安全性に問題はないと、検査は別に支障はないという話も発表になって明らかになって、で昨日の5番とかあるいは今日の前場あたりこれで買われたんですよね、一旦ね。ただ今日の5番になって売られたっていうのは、それが検査が明らかになった後も不正を続けてたという話で、だから2、3も似てますよね、パターンとして一緒じゃないですか。昨日才川社長が記者会見したのも明らかになった後もずっとしばらく続けてたと、その資格のない検査員がねっていう話で、まあ、パターンとしては同じなんですけども、でもなかなかこれ評価が難しいところでね、もちろんやってたことはどっちも好ましくない、いけないことではあるんですけども、ただそれによってじゃあどのぐらい収益に影響を与えるかっていうのはなかなか読みにくいところで、まあ、日産なんかは国内の出荷をとりあえず停止したっていう話ですから、相応の影響出てくるんだと思いますが、まあ、神戸製鋼もね影響出るんだとは思いますけど、まあ、なかなか読みにくいというところではありまして、ただ大きく結構今日は今週あたりは大きく動いた銘柄としてこの2つあたりが目立ったという意味ではね、いい意味ではないですけども、悪い意味で目立ったという銘柄ではありました、日産自動車今日の終値は17円安1079円となっています。あとやっぱり買われた方では必要やっぱり高決算ですよね。高決算期待銘柄と言っていいんでしょうか。期待ですね。だから来週なると、まあ、衆議院選挙終わりますから、そうなると市場の目はいよいよ決算発表に移るということで、発表が本格化しますから、そこへの期待で買われたということなんですが、ただ今週あたりの動き見てても、実際にすでに増額発表したとかね、あるいは新聞観測で増額上振れの観測が出た銘柄って結構出尽くしで売られるパターンも多かったです、今週あたりね。そう考えると事前に期待で買われていた銘柄っていうのは意外にその発表を受けて売られるっていうパターンもあるかもしれない、あるいはまあ逆に言えばまだ誰も目をつけてない銘柄なんかは逆に決算発表で買われるというパターンもありますんでね、まあ、どっちがその後強くなんでしょうかねっていう話ですね、全体としてはね、はい、またいつものように安川電機からと、安川電機からですね、とりあえずね、23日月曜日ですもんね、始まりますよね、はい、ということで今野記者でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。今日を見て明日を読む、
今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤、今日の株式、明日の株式、平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介します、はい、松井証券ストラテジストの田村真一さんです。田村さん、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。この番組はちょっとだけお久しぶりということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、田村さんはですね、今日はザラバ中、取引時間中の東京マーケットワイドという番組にもご出演いただいて、はい、9時45分から、ね、9時45分からご出演いただきました、はい、その時に日経平均株価はマイナス圏で推移していたんですよ。そうだったね、はい、そうなんですよ。14連騰で終わりかななんて話でしたね。そう、13日、はい、昨日まで13日 で、はい、で今日はちょっとどうなんだろうねっていうところで止まってましたね。というところでしたが、はい、前場の終わりから前引きにかけてプラス、はい、そして午後もちょっと失速する場面があったんですけど、そうですね、まあ、大引けで最後に、まあ、一気に急に円安にポンと113円台に乗ったところ で、ね、日経平均もポンと反応しましたよね、はい、で記録並びました、はい、56年ぶりの14連投ということですね。すごいですよね、まあ、そこまでの熱気は感じないんですけれども、うん、記録としては14営業日連続で上がり続けているということですから、はい、こういうものなんですかね。なんか熱量って感じない気もするんですけど。そうなんですよね、まあ、ただ、うん、多分背景として、まあ、いくつかあってですね、はい、まあ、まずアメリカの株が同じようにスーッと年初来高値というか史上最高値を更新し続けてますと、はい、もういい加減高いでしょと言われてもまだ上がるというのが続いていて、アメリカ株が上がっているところというのはやっぱり日経平均も上がりやすい、これがまあ一つですよね、はい、でそれからやっぱりマクロの統計であるとか企業業績とか、別に悪い話は、まあ、個別だと神戸製鋼とかねあるかもしれないですけど、日本経済、日本企業トータルで見ると悪い話がないんですよね。で輸出の話であったり雇用の話であったりいろんなものが全部前向きになってますと。であとはですね、一番大きいのは結論が出てないっていうのがあるんですよ。結論が出てない、選挙の結果。ああ、なるほど、そうですね。アメリカの利上げも次どうなる、うん、北朝鮮もどうなるか、はい、企業業績も今から決算発表ですし、あ、まあ、何も決まってない、何も発表前、確定前ですよね。確定前だと材料で尽くし売りっていう人は少なめで、まだまだ上がるかもっていう期待する人の方が多いんですよ。だから、ブレーキ役がいないので上がる方が、まあ、10対3で上がるが勝ちみたいな感じでふわふわふわっと上がっていっちゃうと。あ、もういいよっていうことで、何かをきっかけに、じゃあ決算、先ほどの今野記者の話でもですね、いい決算が出たら分かってたよと、で材料で尽くし売りみたいな数字を見るとですね、それを終了っていうふうに、そういうスイッチになるような材料がないわけですよ。そういう間に結果が出ない間に、この需要加速進っていうのがふわふわっときたっていう。そうですね。だとで、まあ、適温経済みたいな話もありますけど、まあ、加熱してないので、はい、まあ、ぬるま湯っていうんですかね、冷たくはないと寒くはない、でもぬるま湯でぬくぬくという、まあ、緩めのお風呂でだと、まあ、まあいいかなと、別に変にもう逃げなきゃっていう感じに全然ならないですよね、はい、となりますと、はい、早速週末22日には衆議院選挙投開票日ということですから、はい、一つ結果が出ますよ ね、 そうなんですよ。そして来週週明けからは安川電機を筆頭に、で23日安川電機、24日日本電産、でそこからですね、まあ、キャノンが出たり、うん、まあ、パナソニック、ソニー、ずるっとゾロゾロ出てきますよね。そうすると期待してたものが、期待っていうのは上振れ期待、情報修正、増配の期待ですけども、1円増配なのか2円増配なのか、上振れの幅は数字全部出てきますよね。すると、あ、こんなもんだよねと、あ、事前の予想で例えば 10% 上振れだと思ってたら 20% だったって言ったらおおって上がりますけども、20% 上振れだってもう期待してたところで 18% って微妙ってなると、それ以上買おうって気にならないですよね。そうですね、はい、やっぱ確定して結論が出てくると株価が止まりやすくなるという面では、来週前半でピークをつけちゃうっていう可能性はあります。ただ選挙の結果次第でですね、選挙が思った以上にいいとかいう話だと、まあ、自民党の圧勝ですみたいな話だと、やっぱ政治が安定し圧勝するとですね、外人投資が買いやすいんです。過去2005年とかもそうですし、アベノミクスの最初もとりあえず自民党が勝った、そうですね、とりあえず株価が上がっていくんです。それ何が変わるかっていうのは、
まあ、変わらなかったこともあるんですけれども、はい、でもとりあえず外人が買いやすいという意味だと結果次第で月曜日パンとまず勢い15連投に向けてという話になる可能性もあると。でも数字が出てくると売るもう出尽くしたよって売り始める人がだんだん増えてくる、はい、さあどっちが勝つんでしょうかというのは、来週ですね。ひとまず23日月曜日はその日経平均株価初の15連投がかかって、はい、目指せと記録がかかってますね。今晩のアメリカの株価が強かったりすると、うん、月曜日の午前中まず強めで始まるという可能性もあったりするの で、まあ、で結構今113円にポンと円安になりました ね、あれが金曜日の夜中ヨーロッパアメリカも13円のまま行くと、うん、そのままアメリカ株も強いですねってなった上で行くと今晩のうちに外人投資家が発注入れてきて、うん、月曜日の朝一にポンとその買い注文が入ってきたりすると、うん、まず上がると。で上がって始まるとですね雰囲気今までいくの で安川電機云々というのも23日引け後ですよね、はい、23日1日はまだ選挙結果以外はまだ出てきてない状態なので113円がキープされているとですねそのまま強くもう1日いくっていうのは普通にありだと思いますね。はい、そのあたりちょっとね、もう週明けね気になるところなんですけれども、はい、そうであと、まあ、先ほどの今度の記者の話もありましたけど、なんかリーダー役がいないって話がありましたよ ね、 でちょっと話なんですけども、まあはい、今日の終値で見てみたんですけどもですね、まあ、10月3週間連投している間って、まあ、5% ぐらい上がりましたよと日経平均は、はい、業種別でですねそれ以上に上がった銘柄がな業種がないんです。業種のインデックスで見ると、ゴムと水産農林ぐらいってですね、あと31業種全部 5% いってないんです。そうなんですね、はい、銀行とか海運とか全然上がってない銘柄もあるんですが、うん、上がってない銘柄があったら平均より上がってる銘柄があってトータル平均して 5% になると思いがちです、思いたいですよね、はい、ところがですね全然なんです。3週間合計で見るとそうなんです。みんなね 3% から 4% ぐらいでずらっと並んでて、特に大きく買った業種もないし、まあ、ちょっと銀行とか海運とか弱い業種はありましたけどもないんです。で、じゃあ全部 3、4% がずらっとしててなぜ 5% になるんですか。トピックスが 3% しか上がってないんです、はい、とするとトピックスと日経平均の差が 2% ぐらい開いてるんです ね、はい、何ですかって言ったら採用銘柄がいっぱいあるトピックスに対して225しかない日経ここだけ上がってるわけです。ネガサ株って、ね、ファーストリテイリングとか株価の大きいやつですよね、大型株のネガサ株が上がってて東京エレクトロなんかもそうですけどね、でそれが平均を押し上げてたっていうことではありそうなんですよね。そのあたり NT 倍率にも現れてきているということなんでしょうね、はい、だからリーダー役に、ね、今何となく上がっててなんでだろうなって何が上がったんだろう、リーダー役ってトランプ相場の前半でしたら金融と資源株がぐわっと上がったんですけど、はい、そういうのはないんですよね。だからなんとなく熱気を感じないというのはそのあたりに現れているじゃないですかね。なんかシンボリックな存在が見当たらないと、はい、いうのが、ね、はい、あるんですけど、はい、ただ全体を見渡すと世界経済今の同時成長なんて言われてますね。そうなんですね。先週なんかで IMF が、うん、経済見通し発表したら、まあ、全部の見通しを引き上げてますよね、はい、で日本のも引き上げたし他の地域も引き上げて、うん、全体いいですよって話で、中国の減速って警戒されてましたけど1年以上前から、はい、減速してないですし、アメリカももう 3,4 年続いてるんで、うん、もうそろそろ息切れするんじゃないかと年明けから言われてたのに、うん、まだ息切れしてないんですよね、うん、そういう意味ではですね要は爆発的に上に行く感じじゃないけどそこそこの 2% なら 2% 成長そのまま横ばいで行ってるので変わってない、変化がないから熱気を感じないんですけど、いいのはいいんです、うん、そういう感じなんだと思います。いいって言っちゃっていいんでしょうかね。悪くなってないじゃなく、はい、いいって言っちゃっていいんですか。素晴らしくいいが 5% 増だとするとですね、はい、なんとなくちょっとだけいい 1、2% がずっと続いてるんですよね。だからでしかもあとそれが変化してないと、変化すると良くなってきたねと変化を感じると熱気を感じて株価が上がるんですけど、はい、いいのが1年以上前からずっとふわふわ続いてる状態なので変化してない分ですね感じにくいんだと思う。ただまあ悪い話がないっていうのはいいことの裏返しでもあるんですよね。ずっと旧大点を守り続けてる、はい、っていうことですもんね。悪い話はないんです、はい、なるほどね。そうした環境のもと、はい、国際金融都市を目指しているここ東京で、はい、本題に行きますね。そうですね、はい、ニュースがいろいろ入ってきてまして、はい、まあ、未来に向けての明るいニュースと言えるんでしょうかね、はい、東京都2018年度に資産運用をスタートさせるということで、はい、100億円規模の財団創設するっていう、はいはい、このあたりお詳しい発表されましたね、はい、100億円というと、まあ東証の
一部 の, じあの時価総額合計500兆円ですよねとか、あの国債の、ね、JGB 国債の発行残高が1000兆円とかありますよねというのにして、はい、100億円で何ができるのと思いたくなりますよね。ただ、まあ、あのそういう意味では規模はそんなに大きい話ではないんです。だこれはですね、多分ファンドマネージャーとかですねがあの大手のところにいて、はい、大手の中であの歯車の一つとして運用するんじゃなくて自分一人で腕を試したいと独立したいっていうファンドマネージャーってやっぱりいるんですね。ヘッジファンドを立ち上げたいと運用機関立ち上げたいと、でそれで数人で立ち上げて今大きくなっている代表例がひふみみたいなところですね。ひふみってあのカンブリア宮殿で紹介して、はい、有名になりましたね。先週ゲストにお越しくださったんです、はい、藤野さん、はいはい、有名になりましたよね、でも最初はあの大手の中じゃなくて埋もれているのはなくて自分たちで独立しようってやるわけですね、はい、でそうすると何が必要かってやっぱお金集めなきゃいけないわけですね、はい、あの自分のお金っつったって自分の貯金でやるわけやっても大したお金じゃないですから、誰かあの大手の金融機関なり、年金とかから何百億とこう預けてもらって、あるいは投資に買ってもらってやるわけですよね、はい、ただ買うときにやっぱり成績が必要なんですよ。あ、いや君いいねって何を持っていいねってわからないですよね、そうするとこの1年間運用してこういう成績になりました、日経平均を上回ってますよとか、あの隣のファンドよりもいいですよって見せないと、あ、じゃあ君のところに5億円託してみようかみたいな話にならないんですね。これ最初のスタートの時に運用成績を作るためのこれシードマネーって言うんですけども、シードマネー、シードって英語で種ですね、 種を植えて、それを運用成績見せて、それをいい成績を見せるとそこに次々お金が集まってくる。でもここ始めないと始まらないんですよね、だこの100億円の財団のとこからそういった、あのやる気のあるファンドマネージャーにじゃあ何億円かずつシードマネーとして、言ってそれで運用成績作ってそれで育てて花開いていってくださいねと、きっかけ作りますよと。100億円というのはそういうお金なんですね、はい、こう割り振っていくお金なんですね、はい、100億円で運用して東京とか儲けようという話ではなくて、そういうファンドマネージャーたちにお手伝いちゃんとしましょうと。だこれだけではやっぱ足りなくてですね、そうするとやっぱりそう運用するにはそのいろんな取引発注手続きであったり、はい、その後の取引を管理したりから報告書を作ったりとかバックオフィス的な業務がいっぱいありますよね、これ一人じゃできないですよね、はい、でそこのサポートっていうのも必要で、まあ、これあのあの外資系なんかがよく言うプライムブローカレッジっていう言葉を使って、そういうのは専門にやる業務があったりするんですけど、でこれただですねやっぱシンガポールとか香港進んでるんですね。なので日本人であのファンド立ち上げするとみんなあっち行っちゃうんです。でしかも税金が安いと、でいろんな手続きしやすいと。だからあのなのでなこれは一ついい話なんですけど、いろんな手続きをサポートする体制、それから税金、この辺も揃ってこないとなかなかこう東京でっていう話になりにくいかなっていう気はします。ただ継続していかなきゃいけないわけですよね。そうです。でこれだけじゃなくて あの手この手をやるってことですよね。継続するためには管理する業務だったり、はい、まあ、報告する業務だったり、はい、それもあの手伝ってあげますよっていう支援機関があったりとかですね、もうあの例えばじゃあ大手の証券会社に頼むとそこは高いんで、あの休みでやりますよっていう業者を育成したりとか、まあ、そのうちの一つ あの話だと思いますけども、これだけじゃなくいろいろやっていかなきゃと。ただきっかけではあるわけですね。そうです。そうやって広げていく、はい、スタートする上でという、はい、でそれで運用成績を出せればですね、お金が集まっていろんな業者も寄ってきていい回転が続くでしょうと。その回転始めなきゃの最初のいい一歩です、はい、なるほど。スタート大事ですね、はい、そうです。で東京都だけでなく国も、はい、まあ、金融庁も動き出していまして、はい、そのフィンテック その普及を目指して、はい、まあ、法律ですよね、はい、あの関連法を再編して新法を作るっていうニュースも入ってきますね、うん、そうですね。この辺はあの、まあ、1年ぐらい前からそういうニュースが出始めてて、うん、はい、まあ、より具体的にあの検討を始めてるっていうことだと思うんですけれども、あのフィンテックって今はいろいろ話題になってますと、で実はあの銀行とか保険業ってあの銀行法とか保険法でやっていい業務って縛られていてですね、例えばあのなんだろう、アマゾンみたいなですね、あのネットのサービスしちゃいけないとかですね、不動産業しちゃいけないとか、いけないいけないっていっぱい書いてあるんですよ。でそうするとフィンテックの業務内容によってはちょっとそこの法律はみ出ちゃったりする、するとアマゾンとかですね、外から来た人たちは金融業できるのにメガバンクと野村証券できませんとかって言ったら
本末転倒な話になりますよね、はい、そしたら協力することもしにくくなるわけですよ。なので合弁会社だったらいいよとか、合弁会社を作ってもいけないみたいな法律もあったりするので、合弁であればいいですよとか、そういうのを子会社で持ってもいいですよとかいうふうに法律を変えようとしていて、土俵をちょっと整理していこうという話だと思いますね、はい、だ昔できた銀行法ではそのフィンテックとかインターネットとかは想定しないで作られている法律だから、それありますよね。例えばそうですよね、ビットコインだって、はい、ビットコインっていうものは存在を法律前提してないから、ビットコイン をどうやってルール付けするのか今ないですよね。だから後付けしていくしかない。民泊もそうですよ ね、 そうですね。シェアタクシーなんかもそうです。ないとこに、だからみんないろいろアイデアを出して考えるんですけど、法律が追いついてないので、法律が邪魔しないようにということで金融庁も動き出しているってことかなと。そのスタートアップ企業と大手が組むことによってさまざまなサービスが可能になってくるということ、はい、というふうにみんなが期待している状態ですよ ね、 ですよね、はい、じゃあそれで具体的に何ができるのかっていうのは、実はそのフィンテック業界の人に聞いても大手証券、大手銀行の経営陣とかいろいろね専門の人に聞いても、結局誰が勝つのか、どういうサービスが成功モデルになるのかっていうのは実際よく分からないと。まだだからあの手この手で模索中っていう段階だと思うんです。いろんな金融技術、フィンテックっていうテックは技術ですから、ブロックチェーンだとか技術っていうのはどんどん進化してるんですけど、それをどうビジネスに落とし込んで、でそれもタダでやるわけにいかないので、ある程度収益を生む手数料を取るのか、別の人が広告で取るのか、何がしかのですね、収益化っていうところまで行くのどうやったらいいんだろうっていうのは、実はまだ正解が見つかってない状態だと思うんですね。技術的にはハイレベルなところに日本はあると言えるんでしょうか。それはですね、どのサービスかによるんですよね。アメリカが進んでいる部分もあれば、日本の方が進んでいる部分もあるし、で今フィンテックって言われるとそのいろんなロボアドとかですね、いろいろ言われてますよね、というところではいろんなサービスが出ている。でも大元のところの、そもそも の銀行業務だったり証券業務のところではですね、意外に日本もですね、効率よくかつレベルの高い部分もあると思うんですよ。例えば ATM ってありますよね、みんなタダで使ってますよね、あれアメリカとか欧米の ATM ってすごいレベル低いんですよ。例えば20ドル札しか出せないんですね、大体の ATM。 アメリカなどの、日本の ATM って、両替もできますし、から小銭も入金できますよね、海外のやつは入金できないやつが多いです。入金できても、入金はその日の夜にならないと反映、次の日にならないと反映されないとか、普通に1万円入れて、1万円入金して、入れすぎたから5000円だけ出して、すぐ反映されてますよね。すぐ記帳されますよね、あれ日本だけですよ、リアルタイム処理っていうのは。そうなんですか、アメリカの方が全然進んでるんだと、あとは自動引き落とし、アメリカ、私10年ぐらい前に行った時もやっぱ公共料金は小切手で払うものなんですね。で小切手入って郵便入れて、これ20年前もまだ自動引き落としなくて、それが電子小切手ってなって、ってなるんですけど、それぞれの電気会社、電話会社とかに電話して口座番号してっていう処理をしなきゃいけない、なので全部一括してやるサービスっていうのが出てきて、ペーパルとかが生まれてきてるんですけど、日本ってそもそも最初に自動引き落としやったら、あと勝手にやってくれるじゃないですか。そうですね、本当に自動ですよね、それは70年代とかからやってますよね。ようやくアメリカが追いついてきた部分ってあるんですよね。そうなんですね、となると日本も技術的にはハイレベルな分野もあって、ある中で、あとどうなんでしょう、波及させるというか普及させるための量とか、そういったこうなんていうんでしょうかね、全体に向けての動きっていう点ではどうなんですか。アメリカの方がダイナミックなイメージがあるんですけど。そうですよね、ダイナミックなイメージがあるんですけども、で多分アメリカが進んでるのはその、アプリケーション、アプリを使ってですね、その、インターフェースの 客である個人なりが見た画面のところが便利に使いやすくなっている。これはアメリカはすごく進んでいるんです。日本はまだそれがサービス、いろんなサービスがあってごちゃごちゃになってて、どれがいいのかな。でもクレジットカードはクレジットカード、銀行は銀行、スイカはスイカみたいにバラバラになってますよ、そこを全部統一してくれるようなアプリがどんどんできているっていう意味では、表面はですインターフェースというのが進んでるんですけど、でも実際の決済はクレジットカードの旧来ベースのインフラを使ってるのがアメリカで、その辺では電子マネーなんて日本の方が普及してますよね。そうですね、だからアップルペイって携帯に入れるやつ、いやお財布携帯昔からあるんですけど、何かっていう何か違いがない。アップルっていうブランドがかっこいいだけで、もともとお財布携帯ありましたよね。そうかそうか、
日本の方が先だったんですけど、何かっていうことで言えば、日本も捨てたもんじゃない部分は非常にあるんですよ。そのあたりを世界にアピールしていきながら、もっとうまくですね、全体にこう普及するような形が取れるといいですね。そうですよね、そういう面ではやっぱり人口の大きさ、経済規模の大きさで日本で流行ってるからふんっていうふうに思われちゃうのでですね、また英語がないっていうのがあったりするんで、あれですけど、技術的にで例えばその大量処理っていうんですかね、はい、一度に数万件を一度にするって実はそんな簡単な話ではなくてですね、はい、そういう意味では、アメリカの大手の金融機関もできるんですけど、じゃあフィンテック企業にできるかといったら、その大量のデータ量って処理多分できないんですよ、まだ今の段階ではできない、はい、ちょっと基幹システムって旧来型のシステムがまだ良かったり、安全性、それから処理のスピード、量という意味では既存のシステムの方が良かったりする部分が非常にあってですね、そういう意味では過渡期、まさに過渡期、はい、で今からどうなるのかな、実はその既存のでっかい何百億かかってるシステムを改善するためにフィンテックが取り込まれていくっていうのが一番の王道のような気がしますね。そうですね、はい、ある意味で改善されるために、はいはい、スタートアップ企業にも機能してもらった、はい、ということですね。これもまたフィンテックっていうとかっこいいんですけど、一昔前は IT 化とかですね、電子化とかですね、いうふうに言ってて、いう部分はありますよね。で IoT ってついこの前指きたすって言ってたし、そうでした、はい、ビッグデータって昔はポスデータをデータマイニングっていう風に使ってる、言葉が変わったら新しくなったように見えるんですけど、実はやってることはですね、そんなに大きく変わるわけじゃなくて、慌てないでくださいという話ではあると思いますね。もうなんとなくというか、しっかりと頭の中で整理できたんですが、最後にそうした中で、衆議院選挙もありますし、週明け以降ですね、マーケットの動向について、短期的にっていう意味では選挙と、それからその後企業決算始まるので、その辺がどっちの方向にまだまだ強気ってなるのか、知ってる数字が出てきたねっていうことで一辺材料で尽くし、一辺ピークアウトっていうふうになるのか、上がるが3割下がるが7割かなぐらいな感じは してるんですけど、いや増益って分かってるので、自民党勝つの分かってるので、よしお役御免十分っていうところまでいくのか、もうちょっと期待するのか、思った以上に出るのかっていうのは3割7割ぐらいで、どっちになるかは月曜日次第ですよね。で11月に入ってくるとさらに決算発表も出てきますが、あとトランプさんがアジア訪問しますよ。そうなんですよ、日本にも来ますから。でそうすると対北朝鮮で何かあるんじゃないのとか思惑が出てきてざわつきますよね。ざわつくと株価は乱高下しやすくなるし、でそうこうしているうちに11月12月になるとアメリカの利上げソロから、あとイエレンさん、アメリカの FRB の議長の次の人事って話も11月3日までに出る、そうすると次は利上げをする人なのか利上げしない人なのかで、アメリカの利上げそれにつられてドル円っていうのが相場がちょっと動くかもしれないと、今まで期待値で結論が分からなかった今週までと比べていろいろ見えてくるので、はっきりしてきますね。はい、すると11月12月でだんだん落としどころを探しに行くっていう展開になって気はしますね。ある意味結果が徐々に見えてくる、見えてくる、はい、本当しっかりと整理なんかクリアになってきました、はい、ありがとうございました。ということで今週のゲストは松井証券ストラテジストの田村真一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして来週のゲストはクラウドクレジット執行役員運用部長のキム・ソンジェさんのご登場となります。それでは来週のこの時間まで、さようなら。